はい、サラでございます。上司が教えてくれない営業のコツ、今日はテレアポトーク添削ということで、11個のテレアポトークを見ていったんですが、一つちょっと解説をしていきたいなと思います。で、上のところにですね、まあ、出てると思うんですが、おすすめのところになると思うんですけど、総集編ということで全部まとめた動画を別で撮ってありますので、全部いっぺんに見たいという方はそちらをご覧いただければと思うんですが、個別に1個ずつ投稿を見ていきたいなと思います。また概要欄に添削したポイントですとか、もともとあったトークも貼らせてもらっているので、ぜひそちらも参考にしていただきながらですね、自身のテレアポにご活用いただければと思っております。はい、では早速トークを見ていきたいと思います。本日扱うトークはこちら、ウェブ広告営業のテレアポトークですね。はい、お世話になっております。株式会社ウレルの笹田です。エリア特化型媒体の件でお電話差し上げているんですが、今オーナーはいらっしゃいますか。はい、まあこんなトークですね。エリア特化型の媒体というだけでおそらく大丈夫ですと言われる可能性が非常に高いかなということと、オーナーいらっしゃいますかって形でオーナーとの電話であればサイトでオーナー名出てる可能性が高いので、もし出てるのであれば名前言っていただいた方が当然反応はいいですよという感じですね。なのでここ私だったらどういうかっていうと、おさまとります株式会社ウレルの笹田と申します。千葉県の旧媒体掲載のお願いで、千葉県特化した媒体掲載を媒体を運営しているんですが、そちらの掲載のお願いでお電話差し上げております。今オーナーの佐藤様いらっしゃいますかということで、こんなトークをするかなという感じですね。ちょっとまあこのトーク自体が厳しいというか、媒体特化型のメディアみたいな感じのトークって、ね、ちょっと最近多くありすぎるので厳しい気はするんですけども、まあ、ここのトークのポイントでいくと、エリアとか業種をしっかり明確に伝えることによって、いろんな会社にまあ雑多に電話してるんじゃなくて御社に電話をしてるんだっていうことがしっかり伝わる可能性が高いと。で、特にオーナーの名前も出すことも同じくですね、要はテレアポとか電話営業みたいなところでいくと、もう雑多にとにかく電話かけまくってるって印象を持たれてる可能性が高いので、そうではなくて御社に電話をかけさせていただきましたということを伝えましょうという感じですね。はい、ということで、まあ、こんな感じでテレアポトークをですね、いろいろ勝手に添削をさせていきたいと思いますので、他のテレアポトークもぜひご覧いただければと思っております。また元でもお伝えしましたが、全部まとめた動画もありますので、ぜひそちらも参考にしていただければと思っておりますので、ぜひぜひテレアポのスキルアップにご活用いただきたいと思います。本日は以上です。営業チャンネル、本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続きいろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方はぜひ、チャンネル登録高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方はぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続きぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。